アシエル・ビジャリブレ・モリーナは、スペイン・バスク州ビスカヤ県ゲルニカ出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオンのアスレティック・ビルバオに所属している。ポジションはフォワード。2011年にアスレティック・ビルバオの下部組織に加入し、2013から14、シーズンにサードチームである CD ・バスコニアでシニアデビュー。 2014から15シーズンには20得点を挙げ、2015年5月にセカンドチームビルバーをアスレティックに昇格した。2015年9月6日に行われた RCD マジョルカ戦でセグンダディビシオン初得点を挙げ、チームのシーズン初勝利に貢献。しかし、若手主体のチームということもあり、勝ち点をなかなか得られず、最下位でセグンダディビシオン B に降格。 ビジャリーブレもシーズンを通して3得点と大きなインパクトを残すことはできなかった。16から17シーズンはセカンドチームでの活躍もあり、トップチームにも帯同。2016年12月3日に行われた SD エイバル戦でトップチームデビューを果たした。2017年以降は経験を積むため、セーグンダ・ディビジオンの CD ヌマンシア、 レアル・バリアドリード・ロルカ FC にレンタルされるも結果が出ず、2018から19シーズンから再びビルバオアスレティックでプレーすることとなった。2019から20シーズンにトップチームに昇格し、2020年1月25日の RCDS パニョール戦で初得点を決めた。2020から21シーズンから 毎シーズンに引退したアリツ・アドゥリスの背番号20を背負うこととなった。ありがとうございます。